トランキロサブローロ三郎のあっせんねオラジオサードジェネレーションはい、えー、ワロップお聞きの皆さんこんばんはトランキロサブローロ三郎です、えー、この番組ですね、えー、ワロップネタ特番ゲラで、えー、第6代そして第7代ゲラですね GELLA 世界ヘビー級チャンピオン 輝きましたトランキーロサブロー,、えー。この番組をいただきまして、今回が第3シリーズということでの、第3シリーズの2回目ですね。はい。で、遠くに、企画に、ドラマチックな笑いをお届けいたします。笑いあり、涙あり、とにかくこれだけ覚えてください。トランキーローあっせんなよ。というわけでね、えー、この番組ももう全部で、第1シーズン、第2シーズンだ、 最初のトランキルロサブのアッセンナウラジオ、その次のリボーン、そしてサードジェネレーション、2回の3回のだから2、5、6、7回目ですね、今回。もうサードジェネレーションということで、サードジェネレーションといえば、もうね、昨日開幕しました、新日本プロレス、ワールドタックリーグ、天山、小島の天コ自タッ第3世代のサードジェネレーションの代表ですね。 見事、開幕戦勝利で、えー、リーグ戦がスタートしましたけれどもその対戦相手も永田裕二とタイガー・マスクという、ね、永田も第3世代サートジェネレーションということでいや熱い戦いが、ね、始まってくるのでいや僕もう、ね、トランキーのサブロー的にもかなりもうオクパードですよ、本当にもう、まあ、これからしゃべりますけど、ね、プロ野球千葉、ね、ロッテマリーンズもいろいろありましたし ね、でこの間に前回,から前回が g 1クライマックスの期間だったのかなで今回がその昨日がワールドタッグリーグの開幕戦そしてその前がベ、えー、ストロダスーパージュニア新日本プロレスのジュニアの祭典ですねこちらも同時開催で開幕してますのでちょその辺りのお話を、ね、どんどんしていきたいと思うんですけれども、はい、この今回は、ね、久しぶりに生放送です。 なので、えー、お聞きの皆さんコメントやですね感想を見てますのでぜひぜひ送ってください、えー、iOS 端末の方はワロップアプリをダウンロード番組の視聴ページにユーザー登録で生放送中にコメントができますというわけで今日はは21時まで生放送よろしくお願いしますこんな格好です,すいませんトランキーロサブローと申します僕のコントは ドラマチックと笑いを足したらどうなるかその答えはもちろんトランキーローアッセンはい、えー、この時間はトランキーロ三ー郎のあっせんなよラジオサードジェネレーションをお送りしておりますえー、まあそうですね前回の放送から、えー、僕の好きな千葉ロッテマリーンズその前回があの同じマリーンズファンの鬼塚真木さんゲストに来ていただいて 本当にその時はマリーンズが、ね、優勝争い真った中の中で、えー、放送してたんですけれども、まあね、今回あの、無事に,無事にというか千葉ロッテマリーンズ2021年シーズン終わっちゃいました。というのも、えー、クライマックスシリーズ、まあ、リーグはちょっと惜しくも、ね、優勝ができず2位という結果だったんですけれども、まあ、そこでパ・リーグのです、ね、クライマックスシリーズまずは3位の、えー、東北楽天ゴールデンイーグルスと。 やりまして一勝一分けで見事無傷で通過そしてファイナルステージバファローズとやりましたけれども負け負け引き分け終了ということで、ね、今シーズン2021年シーズンファイナルステージは一つも勝てずに、まあ、終わってしまいましてまあね敗因というと、まあ、僕もね YouTube で、まあ、マリンズ応援チャンネルやってるので、まあ、そこでも、まあ、そんな詳しく話してないですけどやっぱり バファローズとの違い、これはエース、大,もう大エース、そしてもう打線のもう軸ですね、もうここもう、吉田正尚とラオウ、杉本の3番、4番、そして山本由伸という大エース、その差かなというふうに思います。でね、これ、あのー、今回メールもいただいてまして、えー とこれかなラジオネーム、えー、これはななしかな、えー、あラジオネーム、えー、3歳からライオンズファンさん、えー、ブナススノーチェクライマックスシリーズでは惜しくもロッテが負けてしまいましたがサボロさんが思う敗は何ですかまさに今しゃべったところですねもう大エースの存在と3番4番の軸です。 でえー、今週末からオリックスとヤクルトの日本シリーズが始まりますが勝敗予想と MVP 予想をお願いしますということで、まあ、これね、あのーまあ、実はちょっとね、あのー、過去15年ぐらいの、えー、データで、まあ、今年はもう日本一どっちか決まってるんですよ。これオリックス・バファローズが日本一になるんですけれども、まあ、このね理由を公に言っちゃうと一部のファンの方がちょっとねやっぱ傷ついちゃうんで。 あんまりはっきり言わないですけどとりあえずオリックス・バファローズが優勝日本一になりますで、えー、勝敗予想は4勝2敗でオリックス・バファローズです4勝2敗であの勝敗予想と MVP 予想ということなんですけどもこれは難しくてと僕的にはやっぱりね2014年の悔しさを知っている T ・岡田がこのシリーズは爆発するんじゃないかなと思うので。 多分、ね、この4勝2敗だから6試合でやって多分3発はホームランだと思いますね、T 岡田が。なので、MVP、T 岡田、そして4勝2敗、山本由伸は2勝,2勝しますという予想になっております。はいというわけでね、えー、またパ・リーグ代表として僕は今日からパファローズを応援していきたいと思います、今シーズンに関しては。はい でね、あと、まあ、プロレスも最初にも話した通りえー、っりワールドタックリーグと、えー、ベストオブザースーパージュニア始まりましたけれどもいやーあのワールドタックリーグは割とこと順当な、えー、星取り表で進みでね僕の大好きなトランキーロー内藤哲也もこのワールドタックリーグから怪がから復帰してね見事開幕戦内藤真田組で、えー、開幕戦勝利を収めましたがやっぱなんといっても 鈴木稔、高道のく対、太一ザック・セイバージュニアこの鈴木軍同士の戦い、これはすごかったです。あのね、高道のくっていうのがね、新日本プロレスのマットに2年半ぶりぐらいに復帰したんですけども、やっぱその2年半、リングを離れている間、やっぱり今までの仲間のね、大一とか、特に太一ですね、が 何も言わずに勝手に帰ってきてやがってともう試合前にかなり怒ってましてもうね試合中はもうゴング鳴る前から太一が高見智子ボコボコにするしでそのタックパートナーの鈴木みどるもあえて助けない自分の足で立てとで結局最後はね太一のあのブラックメフィスト暗いスリーカウントかと思いきやもうホールもせずノックアウトというよね ただ、その試合の後の4人のね、掛け合い、もうね、ぜひね、ニュージャパンワールド月額999円見て、払って、あの試合見てほしいんですけども、ちょっとあれはね、やっぱ男の友情というものを感じましたね、あの世界一性格の悪い鈴木稔が、だって仲間だからって、もうね、あれはね、昨日僕、家で見てて、ちょっとうるっときましたね。 やっぱ鈴木みのるはかっこいい本当にでまに、あ、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアはもう順とは逆もしねワールドタッグリーグとは真逆でもう大波乱の開幕あったんですよもうね、まあ、今 IWGP ジュニアヘビー級のチャンピオンのデスペラードエル・デスペラードがまさかのヒールターンしたショーに、ね、闇の敬に葬り去られて負けてしまい あとはエルファンタズモも,もう、ね、マスター・ワトに、ね、あれも丸め込みか丸め込みにやられで前 IWGP ジュニアチャンピオンのロビー・イーグルスも田口隆介にもう綺麗にドドン食らって負けてましたねで石森泰治前,前々回チャンピオンかな IWGP ジュニアのも金丸にまさかのリンガーと負けそして僕が応援してる武士も開幕戦負けると。 いうね、もう全部裏行きましたねもうここに関しては今日やから今ベストスーパージュニア今日 2, 2日目やってますけどもちょっとまだどこが優勝するか全く予想がつかないですね本当にもう開幕前はまあ多分高橋宏とデスペラードが順当に決勝のカード行くのかなと思ったんですけれどもちょっとこの感じを見てるとねうーん 優勝予想は難しいなってところがあるのでちょっとね今日もえ収録生放送が終わったらワールドニ,ニュージャパンワールドを見て振り返っていきたいなというふうに思います。はいというわけでねえ好き勝手マリンズとプロレスのお話し,しましたけどもまあちょこちょこメールも今日ね結構メールいただいててあのお話ししたいなと思うんですけどもえラジオネーム肩にセミ止まった主婦さん トランキロさんこんばんはこんばんはいつもラジオ楽しく聴いてますとトランキーロさんに質問がありますズバリトランキーロ三郎さんことは何とうものが正解ですかトランキーロさん三郎さんトラサブさんどれが正解ですかということなんですけどもこれねあの結構あれなんですけど同期の芸人はトランキーロって呼ぶんですよで先輩になると三郎になるんですよでんとなく知ってる かなぐらいの人は「なんかトラ,トラサブさん」とかって言ったりしてくるんですけどまあね多分同期が「トランキーロ」って呼んで先輩が「サブロー」って言うってことは多分「トランキーロ」が名字だと思ってるんですよみんなだからなんか同期とか同級生ってみんななんか最初名字で呼ぶじゃないですかななんかなんとか鈴木とか言うじゃないですかだからその感覚で「トランキーロ」なんですよ多分。で、えー よく先輩とかって結構可愛がってくれると下の名前呼んできたりするのでまあ僕的にはどっちがいいかなトランキーローも好きだし三郎も好きなんだよなこれはでもやっぱ分かったじゃプロレスの話をしてるときはトランキーローさんって呼んでくださいで野球の話をしてるときは三郎さんって呼んでくださいこれが正解ですでトランキーローはあのね内藤哲也の決めぜサブ三郎は僕が えー、NPB で一番尊敬しているプロ野球選手なんで、元プロ野球選手、バロティマリンズのサブロー選手なので、そうしましょう。それが正解です。プロレスの時はトランキーロー、野球の時はサブロー、これにしましょう。よろしくお願いします。はい、次、えー、っとラジオネーム、おもちさん、えー、こんばんは。サーティーワンでバニラを頼む勇気がありません。こんな僕は大丈夫でしょうか大丈夫です。僕もサーティーワンでは絶対バニラを頼みません。なぜなら、あんなに高い。 アイス屋さんでバニラを頼むなんてもったいないからもう意味わかんない味を頼みましょうバニラはロッテの層が一番美味しいですロッテの層ロッテの層これが一番美味しいですどうもシングステップです元警察官のトマスブレイクダンサーのドイチですよろしくお願いします Twitter、えー、とか、はい、SNS 結構やってるんでよかったらフォローしてください、はい、こっちは、えー、ハッシュタグマーベルのヒーローって調べれば出てくると思うんで。誰が謝んなよお前、はいえー、トランキーローサブローのアッセンナヨラジオサードジェネレーションをお送りしております最後ぐちゃぐちゃぐちゃってなりましたけどもはいここからはですね、えー、素敵なゲストさんがいらっしゃっております、えー、会計事務所代表本田正之さんですどうぞ はい、ええー、ワロップ、久々の登場。えー、<laughs> ポンちゃん、こと、えー、本田正幸です。えー、自分のことね、これ五十になって、ちゃん、ちゃん付けとるって。<laughs> これも、なんか、どうなのかなと思うんだけど、まあ、周りの友達はそういう風に呼んでるんでね。あのー、はい、まあ、ポンちゃんで言ってください。ポンちゃん。はい。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 いやー、いいめっちゃ最初痰絡んでましたけど、大丈夫ですかね。久々だからね。ねもうあの僕が一人喋った時、なんかすごい喋りたそうなのに、我慢させてしまってるなっていうのがあったのね。のザッてい,う時いや、もう、すみません、なんかもう、だらだら喋りました、いい本当に。はい、はいで、はい、今回のゲストの本田正樹さんなんですけども。えー、ワロップで、毎週木曜日、ええー、極東経済研究所,研究所。研究所という、はいえー、番組をレギュラーで。 やられてる方でございまして。やられてた、ね。やられてた。あ、今ちょっとお休みしますあ。あ、約七、あ、約七年間レギュラーとしてやられておりまして。<laughs> はい、はいえー、アジアの情勢、日本の政治をぶった切ったり、えー、夜通し踊ったダンスの話。命がけ、大手術の報告など、何でもありの放送を相方の松野さんと。 はい、お話しされたとか、いうお話を伺っておりますけれども。そうですね。はい、めちゃめちゃな放送が出てたね、その時は。いや、もう、あの、僕も、あの、全部は見れないですけど、あの、お話、ちょっと、過去のアーカイブにさせていただきました。ありがとうございます。まあ、もう、本当に、自由に喋ってらっしゃるなっていう。自由そのものが、やっぱり、自分らしいなって思うんで。今日も自由に喋るつもいですか。らろ行き過ぎたら、止めてください。あもう、僕のラジオ、行き過ぎとかないんで、大丈夫ですか。はい。行っちゃいますよ。あもう、どうぞ、ぜひぜひ、本当にもう。 ねでもやっぱねで今回税理士の方をねあのゲストに呼ぶということで本当に今までは本当にもうアイドルさんとか声優さんとかシンガーソングライターの方とかもういろんな方に来ていただいたんですけども多分芸人のラジオ冠の,のラジオでもうなんうん税理士の方を呼ぶってなかなかこう。 珍しい試みなんじゃないかなというふうには思ってるんですけどもなんで呼ばれたのまあ、ね、ちょっと僕がねや,やっぱりこう何てうん、なんですかねまあそのスタッフさんもおっしゃってたんですけども何かこうずっと悩みを抱えていると、うん、いうことを見透かされまして。 やっぱり大人の方にお話を聞いてもらった方がいいんじゃないかと。はいいうことで今回ぜひということではい、はい、あの来ていただいたんですけれども。悩んでるんだ。あもういろいろ悩みはもうたくさんもう死ぬほどありますね。なるほどなるほど。はい。俺芸人って立場で呼ばれたのかと思う。<laughs> いやいや,いやちゃんともうあの大人素敵な大人として今日は。うん 素敵な取っちゃってください。あ、全然素敵じゃない。いや、そうっす。あの、これ画面で拝見できないらね、あの、僕たなんですけど。ハゲ、ヒゲ、チビ、デブ、女好き、酒飲めない。これ最悪なんですよ。酒飲めないんですね。最低から始まるのが好きなんですね。いや、そっからこうのし上がっていくる。そうなんですよ。これ逆にね、素敵なだとか、最高なとかだ、出されちゃうと。そのね、イケメンだったりだとか、性が高いだとかね、すごい稼いでたりとかね。もう最高からいくじゃないですか。最高からいくやつって、マイナスしかない。 確かに。はい。最低からいくと、もう最低から始まるんで、プラスしかないんですよ。はいはい。だから最低が大好きなんです。なるほど。人として最低っていう状態が一番いいですね。もうすでに一個勉強してます。僕今日あ、すごいですね。人として最低です。いや、もう、じゃ、そういう。手で、今日は。はい。進めさせていただきますけれども。 ねでも税理士の僕税理士ってその周りにもいないので本当に何かすごいアホっぽい質問したんですけどまあじゃどういうお仕事をされていらっしゃるんですか普段普税理士とかね会計士とか経理士とか言いますけれども皆さんクソですねあクソクソですクソですねあクソですかクソなんです僕からするとどういった点がいやあのねまあ一応会社の会計会社のねまあ計算ですよね会計っていうことをやってるんですけれども まあ売上足し算して経費引き算して、はい、残ったものは利益、はい、まあそれに対して税金がかかるってまあそれだけのことなんですよ。はい、それをなんかね資格取って偉そうにしてて、はい、でもうそういうやつら大っ嫌いなんですよ。はいはいはい、じゃなくそういう立場にいるってすごく特別な立場だと思うんですね。はい、っていうのはその目の前の経営者さんで話するじゃないですか。はいはい その方の年収も分かれば、はい、まあこれから始まる年末調整で家族構成も分かるお子さんの言ってる小学校祭も分かる<ー>社員の給料も分かる、はいね、使ってる経費でその人の好きな食べ物が分かる好きなお店が分かると<ー>いうことはどういうことっていうと相手の秘密全部知っちゃうことなんですよ。 まあ、そうですよ。そうなんですよ。じゃ、三郎さんが何かね、もうこれから大お、おおして、じゃ、確定申告なり、決算なり、お願いするねと。はい。そうすると、このすべてが分かっちゃうんですね。ええ、そうか、そうです。どんなキャバクラに行ってるか。ああ、領収書で分かっちゃいます。ええ。全部分かっちゃうんですよ。どこ行ったかも全部分かっちゃうんですよ。ええ。っいうことは、秘密が。 全部バレちゃうわけですね、はい、秘密ばれてもいい人って普通だったら本当のマブダちだとか恋人だとか、はい、そういう人じゃないですか、はいはい、だからもう税理士会計士っていうのはそのクライアントの恋人あるいはマブダちにならなければ成立しないって僕は思うんですよねそれをなんか偉そうにこの経費は使いすぎだとかねそんなこと言われたって全然違うじゃないと俺は友達としてじゃなければお仕事を引き受けませんよと。 その代わり相手の秘密全部知っちゃったからには僕の秘密も全部ばらさなきゃいけないあ,まあそうです、ね、それが人間関係だと思うんですよね。<ー>うん、とするとまあ数字の話がメインになるんですけど<ー>大体その打ち合わせまあ1時間から2時間あるんですけどね<ー>数字の話って5分10分で終わっちゃうんですよ。あそういういもんなんなですかでどういうことかっていうと儲かってるか儲かってないかって<ー>その社長が一番よく知ってるんですよ。 まあ、そうですね。自分自のね、預金通帳を見れば、これだけやるな儲かってんなとかね。少なくなりは儲かってないなって。それをあえて上からかぶせって言う必要ないわけですよね。まあ、分かってるよ。というそう、そう。それをもう、その、円単位まで細かくしてあげるっていうだけの話なんですね。とすると、僕の、やる、やる仕事。一体何なのかっていうと。その社長の悩みだったり、愚痴だったり。これからの夢だったり、自慢話だったり。 人の悪口だったりそういうのを聞くことが僕の仕事なんですよ。で悩んでる一発で分かるんですね入ってくると「今日は悩んでるな」と今日はニコニコしてるな何かあったんだな」とかねそれでこの1時間から2時間の間に絶対に笑わせて返すとかね絶対に頭からもうねとんで殴って帰るとかねまあそんなような感じで思ってるんですよね。全然イメージと違いますね当になんかもう人とは全然。 普通おいいいんですよくらうきかなもうそのイメージですね。じゃなくこの遊び人ですよ。いきなりバッてハゲが出てきてめちゃめちゃ喋って相手の話聞いて聞いてもいないの自分の遊びのことで返しちゃうってね。そんな感じですね。はあなんかもう本当まあいろいろ何々し、その弁護士とかそのマカイとかって言いますけど逆に一番もうお金 が絡むからこそ一番親密にならななななきゃいけない、はいいいけお互いに信頼関係がないとこの仕事って成立しんるほどね。だからその計算やって思われちゃったら僕じゃない方がいいですよと。うん、あ<ー>あはい。会社の計算してくれるとお金もたくさんいます。はい、安くていいとこたくさんありますと。ここに来るのはエネルギーもらいに来るあるいは僕がエネルギー欲しいから来てもらう。はあ、まあそんな感じですよね。なるほどえーえー、人に対しての欲張りって感じですね。 なるほどね。もう全然、まやっぱね、こう芸人ってアホなんでもう本当にもう言葉のイメージでしかこうイメージができないんですけど、やっぱ顧客とやっぱそうですよね、本当ね。芸人ってアホなんでって言っ言ったじゃないですか。経営者もアホですよ。そうですか？本当にそうですよ。マジでアホですよ。アホじゃなければ経営できないですよ。 また深いことスーツ着て真面目にっていうねで頑張ってるだとかすごいとかいうイメージあるじゃないですか僕からするとアホですよねこれなぜかっていうと例えばねその最初に勤めた会社がすごくいい会社給料もよくて自分のやりたいことができて先輩後輩仲がよくてだったら別に辞める必要ないわけですよねここの会社じゃ俺の器じゃねえな違うやりたいこと違うな 俺のやってることに対してねそれなりのフィってもらえねえよなっていうことの繰り返しでいろんな転職を繰り返しで実際にねだったら自分でやるしかないやっていうねこんな無謀なやつしか社長になれないですよね。まあ確かにそうですよね。まあ無謀まあある意味そうですね。ね転人が本当に多いです。ああ確かに安定とかじゃないですもんね。本当にもう賭けある意味賭けですもんねです。よね本当賭けです。給料払うかもらうかこれの大きな差ってあるんですか。 どうもー、マードックでーすいやーこの前さ、うん、ちょっとムカつくやつがいたんだけど、うん、喧嘩したことないから何も言えなかったんだよねマジでうんでお前喧嘩したことないのそう一回も一回もああまあ確かにお前パン買いに行くの得意そうな見た目してるもんねいやお前が言うな <laughs> はいえー、本日は本田正幸さんをお招きして投稿しております。で僕はあの本当に本当にこうもう素朴な疑問なんですけど、はい、あの税あの本さん税理士さんでやられてます。はい、会計士さんと税理士さんの違いって何になん、はい？普通の人わかんないですよね。わかんないですよ本当に。会計士の方が偉いんです。<あ>あ<の>偉いんですか？試験難しいんです。あの幅が広いんです<ー>試験の問題が。うん で税理士は税がつくからまあ税法なんですよね。税について勉強してきた人っていうのが税理士ですね、はいで。会計士っていうのは、はい、まあ会計学だとか税法もそうだし、はい、まあいろんなことを勉強幅広く勉強してきたん<ー>でまあそのなりにじゃあ仕事の内容はっていうと会計士は大手、はい、要するにまあ大企業です、ねはい、の会計が見れると。税理士っていうのは、まあ、中小企業 の会計が見れるって、大は大ざっに言うとそんな感じですね。<ー>えー、じゃあ本当にそれこそええねその中小企業の、はい、あのものを見るってことなんでやっぱ、うん、やっぱ距離はかなり近いですよね。全然やっぱそれ近いですね。やっぱ大手だとやっぱなかなか、はい、そういう関係にはなりづらそう。なりづらいしどちらかというともう社長を抜きにして経理の人と何人か。 っていうのは会計士の仕事ですね。え本当に黙々とやる感じです、ね。そうですね。えー、<ー>で、税理士っても中小企業なんで、はい、そのこの領収書って本当にね、入れてもいいのかなとか。 うん、まあそういう細かいところまでやる。も、ま、う、あ、個人的な質問が多いっていうのがまずい領収書これありとかなしとかあるんですか？これはちょっとあるんです、ね。そう,そうそうそう。子供、ね、子供のおもちゃ買ってこれ経費になるとこれなるわけじゃないじゃないですか。はい今晩のおかず買いました。これって経費ですかってなるわけないじゃないですか。そういうのを精査していくっていうそんな細かいところですよね。結構なんかこう領収書をこう書き換えてやはいや、はい、なんか。 経費にするみたいな人もいるじゃないですか。ありますよね。一を七にしちゃうだとかね。ゼロを八にしちゃうだとかね。打ち合わせにしてとか。あいのまあありっちゃありになるんですか。そのまああれによるのか。ありかないかを僕わかわかんないというかね。一を七にされたって。あもうまそれはあるですね。わかんないじゃないですか。でもそういうこともありますよね。それに気づくか気づかないかっていうのは。 ねそれは俺の仕事じゃないでしょうと、うん、七にしたかったんだからしょうないよねっていうね、はあ、はあまあ、そうはいかないですけど、はい、はい、まあただね、えー、そのこの領収書は入れられないよね、はい、逆にが入れられる領収書ってどういうものなのって、まあそういう相談に乗ることもいくらはありますけども、なるほどな、はいはい,はいはい、難しいな、いや難しくはないんですよ。<laughs> 宇宙に返しますゴゴゴゴゴ。ごごごごごうー はいもうね熱くなりすぎて CM 中もずっとトークをね繰り広げてましたけどもいやでもに言うとねお金持ちになる方法と貧乏が脱出できない方法方法っていうのかなできない人と両方いると思うんですよね。やっぱりその計画性があるかないかってすごく大事なんですよ。はいそうですねただもらった給料を使い道ですよね。最低生きるためには家賃が必要でしょ 食が必要でししょょ、はい、水道光熱水必要でそれ以外必要なものって何なのとそれをまあ金額によってまあ見定めるって言うんですかねうん、うん、それがちゃんとできて最終的には余るその余ったものっていうのが安心感だと思うんですようんうん一人一人お財布の中っていくらぐらい入ってれば安心なのかなって。はいはい 小学生の頃って100円玉握りしめていれば安心感だったりします。で中学になるとまあ1000円札ポケットの中に入ってる安心感があるから。うんはい 高校にななったらら、ね、円、まあ、円かか大学生の時はやっぱり1万円ぐらい持ってなきゃ不安だよねとじゃあ社会になったらっていったところでポケットの中に1000万円入って、まあ、1000万入れられないけれども100万円入っ,てる入ってても不安な人もいるし、はいね、僕みたいに3000円しか入ってなくても安心だっていう人もいればそれっていうのはどこでで余裕なななのかなって話なんですよ、ね、僕は大体2000円ぐらいしか入ってなくて毎日不安なんですけど、はい、あ大丈夫なんですかね。 いくらあったら不安じゃないですか。まあやっぱやっぱ一万は入れておきたいんですけど、はい、ないですよ、ね。よ、うん、<万>なんでないのって。いやもうなんかもうお金がないです。<laughs> <laughs> とするとね貯める方法ってどうなのかなとかそういうレベルの低いって言ったら失礼かもしれないけどそういったところから全然相談に乗りますよと金持ちってみんな共通点ってあるわけですよね貧乏も共通点があるじゃあ金持ちになるためにはどういうふうに自分が今したら金持ちになれるのかななれそうなのかなってそれを学んでいくっていうのも一つの方法ですよねお金に関して学んだことないですもんね33にもなりますけどはい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 。 なんか気づいたらないんですよねまあ気づいてない <laughs> それ当たり前なんですけど <laughs> もうもう普通だったら使っちゃいますよね <laughs> <れ>、えー、でもそれを使わないようにあ,<ー>あるいは必要なものだけに使っていくっていう努力をしたら徐々に徐々にでも溜まっていくような気がするんですよねなんかいろんな今日は勉強になりそう偉そうに言ってるけど俺も金ないし <laughs> ちょっとまだまだトークは続きますので <laughs> ぜひぜひお楽しみにしてください。はい シンセプです。自己紹介します。元神奈川県警某警察署某地域課に勤務しておりました。元警察官の小松です。えっとそしてこちらが土井内です。お願いします。はい。トランキーロサボロの圧天のラジオサードジェネレーションをお送りしますけれども、いや熱いトークが本当にもう止まらないんですけれども。本当止まらないから。いやいやいや。そう本沢結構あの海外に。はい。はい。 の海外旅行もお好きというふうに伺っていまして、はい、僕もサラリーマン時代に社員旅行でシンガポールに行ったおで仕事でドイツに行ったことがあるんですけど仕事でドイツちょっていの,の会社のなんか日本の代理店みたいな感じだったんでので研修というかそのお客さん接待みたいな感じで行ってたんですけど。うんはいええ その本さんが一番こういいなとかその、うん、日本と違うなって思ったこう国とかってございますか、はい。いやもういろんな国に行きましたけれども、はい、ずっと行き続けているのがタイですね。タイタイバンコク<ー>これも最高の国ですね。は,<ー>はいなんか結構。うん 派手ななんか結構派手なイメージですねバンコクってなんかそんなイメージが僕あるんですけどあのまあねあのタイっていうのはもう微笑みの国って言われてるぐらいであの本当ほがらかな人が多いですねはいでやっぱりその友達になりやすい話がしやすいこれが一番ですねあそういう方が多いんですね多いです多いです日本でタイ人に会われたことってあります あでもあるかもしれないですね。はいあの上野お勝町あたり行くと性格が結構あるんです。はいはいで、まあその辺でね会おうと思えば会えるんですけれども、まあちょっとあの他の国の人たちとは違う。はい。なんかそのもとまあ明るいっていうかね、ねやかな性格を持ってますね。あーそうなやっぱ暖かい暖かいですよね。暖かいです暖かいです。はい。あるんですかね。やっぱ沖縄の方ってちょっとこう古らかな感じに。はいはい。うんまあそれに近いような感じありますね。あー。ただ暖かい国の人たちって働かないんです。よ って言いますよねだって暑いんだもんってそんな昼間から外出たくないもんってそれはわかるんですよねだから夜働くのが好きなんですよええ。そうそうそう夜だと涼しいじゃないですかそうすると夜働きに出る夜働く人っていうのは夜の街お姉ちゃん関係多いでそうねそういうことなんですねそれ目掛けて言ってるわけですよ ああ、なるほど。あ、だから、こう、よく言いますもんね、そのタイの方、時が、おきれいな方が多いとか。おきれいな方が多いとか。そうそうそう。ね、やっぱ、おきますもんね。で、タイのお姉ちゃん見ると、びっくりするぐらい、白い人が多いんですよね、今。昔は黒かったんです。今白いんです。なぜかという、やっぱり、外、ね、昼間、外で出たくないから。あそうなん。そうなんっす。えだから、その、まあ、化粧品でも、美白だとかね。あ、そういったのが流行ってますよね。 あそうなんですね,ですね普通に子どもの頃からその、ね、昼から遊んでた子どもたちっていうのはやっぱりもう地黒っぽくなっちゃう、ね、ま女の子は白い方が綺麗だよ美人だよってもうこれどこの国でも言われ続けてるんで<ー>そういう教育されちゃうとやっぱり外に出る子は少なくなっちゃうんですよね。あまあ、今本当に韓国の方とかでも真っ白でこうもう日に浴びたことないんじゃないかみたいな感じですもんね。 で韓国人の方ってめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。ほととんど形形形形でですすすからねねね韓国タタ、はい、タイイ、ねうん、イも形もそそそうよ本当にいありまのって、はい、もうそれこそもう極端な成形 どういうことかっていうと、はい、女が男になっちゃったり男が女になっちゃったりま、ね、そういうところまでいっちゃいますからね。時々間違えちゃうことももありますよね間違いも経験かななみたい近くは行かないようにしますけど海外でその治安がものすごいヒヤッとするぐらい怖いなっていう体験とかってしたことあります 実はまあいろんな国でそういうねもうひやっとする経験をしたことある人はたくさんいるんですけれども、はい、まあ何に対してひやっとするのかですよね命の怖さっていうのはたた例えばその、ね、拳銃つね出されたりだとかナイフ出されたりだとかやべえなっていうねで僕この顔なんですよこの頭この顔、はい、であえて俺にそれを挑んでくるかっていうと、はい、そういう怖い経験はしたことないですね。 そうなんですねはい、はい、やっぱりね、まあ、チャラチャラしてたりとかお金<ー>持ちっぽい感じだとなるあるいはもう女の子だとかこ、はいえー、んなつるっぱげのスキンヘッドのおっさん相手に「金出せよ」って <laughs> 言ってきたらもうてめえボコボコにしてるぞぐらいのね <laughs> <laughs> まあそんな感じなんであえてそんなやつに見解挑まないでしょってだからそういう怖い経験はしたことないですね。あそうなんですね 先ほどもちらっとね勝っちゃったけれども女の子だと思ったら男だったとかねそういうヒヤッとはなんかありますねそういうのはたくさんありますねありますありますこれ本当のそれって日本じゃなかなか経験できないですもんねできないですねいやもういるにはいるといるんじゃいるんですけどねただそんなに当たりの確率ってないじゃないですか本当にわかんないですもんねタイの場合当たる確率結構高いんですよでめちゃめちゃとびきりの美人ってそれを疑った方がいいです逆にそうですはい 完璧に細胞ごのように作られた全部ですからね。もう顔は当たり前。ねはい、胸も下半身もすべてですからね。はいはい、これは見分けつかないですよ。<ー>えー、そうです、ね、そういうふうにしてるんですもんね。っていうのもやっぱりいろんな理由があるんですよ。はいまあ、子供の頃から私はね男に生まれてきたけど。 なんで気持ちは女なんだろうなって<ー>まあこれはまあ性同一障害っていうは病気は病気なんですよね中にはそのまあ夜の街でまあ女の子は稼いでいる、はいうん、男より女の子が稼げるなっていうことで改造しちゃう人も中にはいるあとは軍隊あはい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 行きたくないから私は女になろうとそういうこともありえるんですよいろんな理由で大変身する人いらっしゃいますね なんかやっぱ日本の感覚だともう追いつけないですよね追いいつけなであそうなんだって初めて気づくような感動ばっかりですよね。なんか昔ほんと昔おじいちゃんに聞いた話ですけど昔の人は兵に行きたくないから利き腕の人差し指を切断しちゃうピストル打てないようにするだからそのレベルの話ってことですねだから。もう 私女なんで戦えないですっていうことですよね。そうでうですですわそれで人生変えちゃうってすごいな。人生も本当変わっちゃいますね。ええ。だから今はねこうやって男同士で話しているけれども。はい 女に生まれ変わりたいとか思ったことってあります。いや僕ないんですよ。ないんですよ。それは。はい。でもね、その女の子だったら得するようなって。まあ、それはあります。まして、綺麗な女の子だったら得してること、めちゃめちゃ多いよなと。はいはい。そういうことってあるじゃないですか。バイトとか、絶対ガールズバナー稼ぎますもん。ええ、まあ、そうですよね。うん。置い言って、じゃ、あ女になりたいって。うん。なりたいっていう人も中にはいるかもしれない。はい。いや、そこまで。はい。 踏ん切りは、まあ男として生まれてよかったっていうのがあるので。うんえー、いやー、生後と変えちゃうって。まあ、そういうことなんですよ。生きるためにっていうのもあるんですね。うん、当たり前のようにある国ですね。うん、ええー。世界は広いな。まあそれを歓迎してるってわけじゃないですけど、あ、なりたいのね。じゃあ、手術してくださいっていう。うん。で、日本人でも、やっぱり、そういう手術、はい、で、日本人で、日本だとできないじゃないですか。はいはい,はいはい。あえて、退院に来て、そういう手術を受ける人たちもたくさんいると。 ええー、だそこら辺は日本よりも全然発達してますね。いやそうですよ。本当考え方とかもた、うんはい、そのタイの方でもするし、うん、まあ韓国の方とか中国の方とかって結構、はい、多分日本と近いとはいえ、全然なんか考え方違いますよね。うん、あれはなんですか、ね、日本ってやっぱりねその親からもらった体、親からもらった顔っていうものをなんか大切にするじゃないですか。はい、それを自分の勝手で変えてもいいのって。 でも実際に損か得かって言ったらば、汚いより綺麗な。いや、そうですよね。やっぱりそこら辺割り切ってる方たちの方が多いですよね。うん、まあ、賢いのかな。いや、もう賢いと思います。うん、その方が得なんだもんって。で、自分の体に何百万も何千万もかけて、もうそれを、もう元を取るっていうね。ええ。 もうそれ理にかなってんじゃねって思いますよね。日本ってなんでこんな鎖国の影響なんですかね。<laughs> もうあるのかもしれないし、まあ。江戸時代の、ええ なんか閉鎖的というか。佐野さんなんか自分のどこか変えたいって思ったことあります？あります。どこ？肝臓です。肝臓。はい。おさお酒のもっと飲みたい飲め飲めたらいいようになって思います。それ俺も。あ本当ですか？本当に肝臓変えたいなって。本当にじゃ先輩とかに誘ってもらってもやっぱ飲めないんですよ僕。いや本当飲んだら赤くなる気持ち悪くなる頭痛くなる最悪じゃないですか？最悪なんですよ。飲んで何したいですか？もう暴れたいです。僕ね飲んで女の子のおっぱい触りたいです。 俺の、飲まないと、なんかシラフじゃないですか。飲んで触ってるやつたくさん目撃しちゃうと、なんで飲めたら女の子のおっぱい触れるのかなって。それだけやれば俺もう達成なんですよ。いえ、シラフでもいけ、いあ、でもまあ。シラフで言ったら違う違う。やっぱり酔っ払った勢いで触りたいんですよ。それだけはもう一生に一度は体験してみたいなと思いますね。 記者とオーバイでファノシャープです。<noise> 奏でておりますけどもね。追加、はい、やってますのでフォローしてください。最後ミいイコモーフィーね。はいトランキーロサボローの a s ヌラジオサードジェネレーション今回はですね酔っ払っておっぱいを触りたいポンちゃんと。 お送りしてますけれども、ポンちゃんって言ってくれましたね。ちょっと、ちゃめちゃ嬉しい。それでもう距離思いっきり縮まっからねちょっと勇気出して言いました。僕は今。もう、これから勇気いらないから。あ、本当ですか。普通に言ってくれれば。あ、うあります。うん。そんなポンちゃんに。こちらです。ポンちゃん、僕の悩みを聞いてください。い、聞くよ。もうオッというわけで、まあ。今、まさに今もそうなんですけど、その。まあ、ポンちゃんって呼ばせていただきましたけど。もう。なんていうんですかね。こう。 先輩ってか人との関わり方の距離の詰め方がすごい僕身長というか一<う>、あのー、回、すいてもらったりとか可愛がってもらうと、うん、心が許せてすごいいけるんですけどはい、はい、体も許せそ,そ,それはちょっと、あのーはい、ノーセンキューではい。はい だ、あのー、ただそこまで行くのがもともと人見知りっていうのはあるんですけど、うん、そこまで行くのが、うん、なかなかむその先輩、まあ、やっぱ一番の先輩というか年目の方ですね。にやっぱそれこそうワロップさんでお世話になってるパイナップルの斉藤さんっていう先輩の芸人さんなんかは本当にもう可愛がってもらってるんですごいこう、うん、もういけるんですけど、うん、なんかそこまでいくのが苦手というか。うんうんうん あ例えばライブに行って「はい、あ,あ見たことある先輩だ」とか、うん、挨拶行っていいのかなあ,あでもちょっと俺のこと知らないしなって、うん、こうもむずむずむずじもじしちゃうっていうのがすごい悩みです。周りの人全員にに好かかれたい確そうでもないんですよね確かにで本当好かれ,たい好かれてほしい人に好かれたいわけだよ、ねはい、うんね。とするとその人ターゲットに何でもやっちゃえばいいんじゃないって。 なんかあえて選んでるからみんなに愛されると思うから緊張しちゃったり遠慮しちゃったりするんじゃないのかなと思うのね<ー>、うん、もうこの人と仲良くなりたいっていうね、はい、もうそれが僕は大切だと思う確信ですね確信ついていそれしかないんじゃないのかなってあ,<ー>あえてなんかおべっか使ってこの人に可愛がられようだとかそれって逆に言うと嫌ななやつなんですよね、はい、そう思うんですよ僕僕もも嫌なんですよそういういにやられの なんで,で駆け引きなしでこの人と友達になりたいんだとそれだけでい今もじゃあもう本当に自分があこの人面白そうだなとか、はいうん、あ可愛がってくれそうだなって思う人のところに行って仲良くしてればそうん、うん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 、それが「三郎です可愛がってください!」って、はい、もうそれが正直な話なんじゃないのかなって思うんですよ。はいはいはいあ っていうのが、ちょっと長くなる話なん。あ、全然もう、もう、全然。僕がね、あの、人生が変わった瞬間がありまして。で、いつかっていうと、三十五歳の時。で、もう、仕事やりすぎて、疲れ果て、本当にこのままでいいのかなって。思って、で、まあ、たまたま、も公園のベンチ。で、座ってたんですよ。仕事サボって。で、そしたら。 すんごい綺麗なモデル級のお姉さんが僕の目の前を通り過ぎたんですね。はい、で通り過ぎてハス向かいのベンチに座ったんですよ。はい、そしたらその自分とまあ一緒に一緒に歩いてきた連れてきた犬を抱えて、はいはい、でその犬がですね、はい、そのモデル級の女の子の顔をペロ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 ,ペロ舐めましてんで,す <laughs> で普通そのね綺麗なモデル級のお姉さん、はい、連れている犬って何かなって、はい もう想像すると僕の中ではチワワとかトイプウドルだとかニチュアダックスだとかあるいは逆にもう大型犬ですよねゴールデンレトとかシャトマーだとかもうそれが似合うっていうねそういうふうに思い込んでるじゃないですかところがその野郎自分の師匠なんですよ師匠なんですけれどもパグだったんですよ ほーパグですよパグパグわかりますか、はいはい、あの足短くてデビで顔があんなにブサイクなんですよ、はい、そのブサイクなさ、ね、あのパグがですよ、はいはい、めちゃめちゃ綺麗なお姉さんの顔をなめ回してるんですよそれで嫌だとか言いながらめちゃめちゃいい顔をしてるんですよねあ<ー>それを見た時に、はい、俺パグになろうって決めたでもなんかはい であんなブサイクがあんな綺麗なお姉さんを手ごめにしてる、はいはい、一体何なんだろうこいつの魅力はってあ、はいえー、で可愛くもない、はい、ねその足も短いデブ、はい、顔なんてもうほんと見たらかわいそうになるぐらい情けない顔をしている <laughs>、はい、でそれとパグと俺を比較したんですよ。はい 俺もそうなんじゃねっび <laughs> <あ>だし髪の毛はないしもうやってる遊び人だしもう最低人間 <laughs> 最低人間でもひょっとしたら俺のこと面白いやとかね好きって言ってくれる人いるんじゃないってでもこっちからアクションを起こさなければ向こうは振り向いてくれないでパグを見て思ったんですね。パパググににその後パグに 友達がいるのかなとかうん、うん、兄弟がいるのかなとか、うん、親がいるのかなって思ったら一匹だけしか連れてないんですよね。<ー>っていうことは、はい、唯一の友達であり唯一の親であり、はい、唯一の信頼関係を持てる人っていうのはこのお姉さん一人だけなんだって。<ー> そのお姉さんはひょっとしたら兄弟がいるかもしれない、はい、ね、親がいるかもしれない、ね、友達親友たくさんいるかもしれない。うん、でもそのパグリパグパグ様にとってはそのお姉さんしかいないんですよ。はい、とすると一直線なわけですよね。あそうですね。その大好きをペロペロで表現してるわけですよ。はいはいはいっていうことは俺はどうやって表現すればいいのかなって。はいはい、あはあはあ、今までカッコつけてた。 1、ね、6 0ンチ身長がない1 5 9センチなのに160だって嘘をつきながらみんなに言ってた <laughs>、うん、で俺はいかにも仕事できるんだぞっていうような格好つけてた、はいね、無理して会社乗り回してた、はいうん、それって一体何だったんだろうって<ー>その時に人生を反省したんですね<ー>正直こそ力ない<ー>目の前の人を精いっぱい愛すことっていうのが自分にできる武器だって思ったんですよパグ様を見て<ー>うん、うん もう深いでしょ。深いです。深すぎるんです。だから今でもパグを見ると、この通りにやりたいなって。うん。もう正直さ、こそ力なりなんですよ。うん。そうですよだからこの人に気に入られたいなと思ったら、まあペロペロ舐めましたら、ちょっと惹かれちゃいます。でも全力でその人のことに愛を注ぐ。うん。僕あなたと友達になりたいんです。 もう友達おこがまいしいでもう本当にもう可愛がれる先輩になりたいんですって<ー>いきなり言われたらどうしようってもしも三、ね、郎の後輩にそう言われたらどうするって、はい、全身全霊で来られちゃったら「はい、おお分かった分かった分かった」あそこまでする必要ないけど、はいまあ、とりあえず、まあ、友達からあるいはもう普通に付き合おうかってその中で、はい、ねその会を重ねるごとに、はい、こいついいやつだな面白いやつだな本当にまあ めちゃめちゃいい子がだなと思ったら思いっきり可愛がるじゃないですか。はい、そうですね。<ー>はい、それと同じことをするだけなんですよね。はあ、まあそうだよな。えーうん、まあ変に気使っていくよりその本当にこう仲良くしてもらってる先輩がやっぱりなんだかんだ本当に居心地も良くて可愛がってもらえますしね。やっぱり。そう,そう。 その居心地っていう部分でその自分から見たらドストライクの女の人がいるじゃないですかめちゃめちゃ綺麗でスタイル良くてで知性的でもう何も言うことない一緒にいたら疲れるんですよ。 意外と疲れるんですよ<ー>何話したらいいのかなとか<ー>この、ね、無言の状態なんか解決しなきゃいけないだとかね<ー>何くね一緒に食べに行ったらいいのかなってすすんんげえ気使うんですよ<ー>ところが自分の好みじゃないのに一緒にいてずっと無言の状態でもなんで居心地はいいのかなもうこのままちょっとゴロンってしてみたいなとかねその雰囲気ってあるじゃないですか。<ー> なんか自分の好みじゃないんだけど、何この居心地はこの雰囲気はこの空気はってね<ー>。うん。まあそれが自分の好みだったらもう100%いいのかもしれないけれども。ま,まあまあそうで、ね、うん、見た目と気持ち、あるいはその人の出すエネルギーだとか全然違うんですよね。ええー。だから見た目で失敗することもたくさんあると。うん,うん。だから見た目このハゲチビデブヒゲ、うん。どうしようもないのを見てと。<laughs> でもこの醸し出す雰囲気だとかエネルギーだとか、これあっ。て 人だけでいいじゃないって。まあまあそうですよ。一緒にいてあこの人と一緒にいると癒されるなだとか面白いなだとかうん,うん気使わないなって<ー>それが一番だと思うんですよね。まあまあうんうん。なんか本当、うん、まあ全員にこうペコペコじゃなくもうなんかもう、うん、全員に好かれよっていう人たちが会い取りでいいじゃんって。 あいきなり1,000人1万人の人は愛せないよと<ー>自分の見れる限りの人だけは愛しますよってそれでいいような気がする深いお話となりましたこんな格好ですいません トランキーロ三ー郎と申します。史上初のゲラ2冠はアーシングステップに取られちゃいましたが、史上初の3冠はまだチャンスがあるということです。それまでにあの言葉は取っておきましょう。では、アディオス。はい、それでは間もなく番組終了のお時間が近づいてまいりました。 っまだ5分ぐらいしゃべってないような感覚なんですけどいや本当どうでしたでしょうか今日のいや久々になんかこうやってマイクの前でねしゃらせてもらって結構ストレス取れたなっていう感じがす,、ね、すかああそれはありがたいですね喋りたかったんだ俺ってこれはもうね今お休みされてたってことですけどひちょっとワロップさんで極東ね極東経済 番組まあ、まあ、それはそれでいいんだけど、はい、またゲストによってゲストの方が楽だ、ね、<笑><笑>なるほどなるほどるなるほどねえまあ、うん、ぜひちょっとねまたお話ししていただける機会があればと思うんですけどやっぱ僕の今日の、まあ、名言というかその心に響いたのはパグになるですねやっぱりパグパグ本当でも師匠ですからね永遠の師匠ですね ああこれは非常に勉強になりましたでもあの出来事がなかったら今の俺いなかったかもしれないでもそれぐらいの衝撃的な事件でしたね35ぐらいの時って言っまっきりもなく35でしたね本当は僕の年齢ぐらいのタイミングでってことですね人生が変わったっていう気づきましたねなるほどかっこつけてるっていうのはどれほど疲れてきたかっていうそれだけでしたねああなるほどはい いや本当にこうねん とはは思えなない展開にに最の方りましたもう正直仕事嫌いだからさ遊びの方が好きだからさもっと他にもね今日踊りの話だとかね自分の失敗談だとか今踊りしたかったんだけどこれ3時間番組ぐらいじゃ多分収まらないぐらいの感覚ですねちょっと普通に喋ってるとピーばっかりになっちゃうからそうですね本当オフラインでこれはもうみっちりお話ししようと思いますのでアホな社長だとかねもういくらでもいるからそういうそういうやつす

オフラインで本ンちゃん邸でやりたいと思いますので後楽園のジェットコースターの目の前だから忘れないで来てねあそこに後楽園ということでさっき LINE も交換したからはい、では皆さんおやすみなさい